ドライブスルー方式は PCR 検査を受ける際、車に乗ったまま検体を採取するもので、今日市の職員が実演し手順を公開しました。車が止まってから検体採取が終わるまでわずか40秒でした。このドライブスルー方式は札幌市が今日午後から市内に設置する PCR 検査センターで行われます。対象は帰国者接触者相談センターなどで検査が必要とされた人のみで、1日30件ほどの採取を予定しています。